一旦これを置いとくとこねえとかな。なんか、うん、あるよあるある、はい、一旦もうこのまま置いとけば、はい、俺は次の持ってくる。あ、そう、これ買っとけばよかった。もうなかったじゃない。なかった。これ使いやすいよ、やっぱりあんまりでかすぎんけさ、いろんな時に使える。うん、穴掘ってやる。いやいや、そこは折ったとこ。あ、折ったと、うん、もう抜いた。まあまあ育っとったやつか。あ、ぽい、折った折った折ったねー。どうだけかな。ちょっと待って、取らんで、まだ蓋開け、あかん、まあ、蓋が開かん、蓋が開け、あかんじゃないけど、開けきらん。あかん、はい、オレンジ、はい、やっぱ、ボーリーも一緒ね。あと太ったら黒になっちゃう。あ、そうよね。この一頭はでかいよね。ん、なんと出た、なんと出た、数えてみて。5、10、15、20、25、24。すいません、減った。まだ24やんじゃん。ポンポンいけんけどね、そりゃそうか。うん、24と。うん。と、あそこの2つで。たま、あ、24、26。あと4頭欲しいな。でもこうやって言うとったら大体出たよね。いや、出らんやろ。後から出とる、今までは。まあでも相手がボーリーやけど。卵計算したら、あ、出た。卵計算したらダメよ。なんだ卵を。あ、計算したよ。してらダメ。してら、ダメ。これで25じゃん。うん、これで25。卵なしで25。うん。うん、卵はかどうなるかわからんもん。そうね。カウントしたらダメ。うん、カウントしたら。ずるい。いやいや、次禁止用意しとけば。あ、そういうことね。うん、多分。守っとくけどね、あれで。ダメなことが多いもんね、やっぱ。そう、うん、あ、おった、触らん、もう触ったらダメ。ほら、26、マットっぽくない、ね、なんかマットっぽくないね。26、26、あれ、しんどくかもしれんけどね。あのマットなんかおかしかったもんな。あれも変わらんに移しとこうかな。ああ、出し持ってくる？どこやったの？よいしょ。それで行き取ったらそうね、カウントできるね。ん？どうぞ。よいしょ。ちょっと特殊なケースやね。入れるとこ見せられんしね。大きい。入れ物がでかいけね。今こんな感じです。見えるかな。ちょっと幼虫も見えんけん、あれやばって。よいしょ。コーカサスの動画の最後に作ってたやつがこれです。見る。あ、おったおった。おった、食えよったみたいな。そう、まあまあ大きくなっとった。いやいや、あんま変わらん。変わらん。健康的になっとる。そう、お茶みたいな色してもね、コンマット。お茶っぱみたいな。オッケー。こっちにほうたり出してほしい。え、なんでそんな悪さすっの。悪くねえよ、別に。これまたまたほら、これはもうオランダでキュッとしてキュッとして。マット安全事故で、やっぱり
うん、安全やね、うん、大丈夫、チャカテキンみたいな人もね。でもとりあえずバットでいいじゃない。なんかこれ、うん、1個だけ、うん、そうもいかん、とおかしいよ。まあまあそうもいかん。ほら、もうおりまへんわ、兄さん、マットには。怖いね、それホールドで。あ、おった。潰れてない？うん、来た。生きております。よし。ここ、真ん中。真ん中？うん。よし、OK。OK、じゃあ、今、とりあえず、7空いとるちゅうことは35分なの28か、幼虫26と卵が2です。これちょっとここだけ外してくれから、あれ多分おらんと思うけど、あ、どこ、うん、ここと下、落ちてもまあおかしくないぐらいの、はいはい、 OK なしね。ただ材割りやっていきますね、細かく。やっぱでも興奮せんね、あれがね、ハエが河原、マジで。そう、うん、俺の周りにはおるけど、俺の周りにもおるよ。河原には入ってこない、熱によってくるもんね。でも、あったかいとこ探しちゃうんじゃね、この人間によってくるの。そう、やっぱここ涼しい結果ね。まあ、ようありよったね、これなんかめちゃ硬いや。めちゃ硬いやん。取りよっとまた。うん？取りよいよ。出た時最後に30ですとか言って、ね、どこで出たんや。ボールの二股。紳士。うん。30いかやった。まだ分かんない。よう見てないやろ実際あれは。いや、だいたい主なとこやっとる。美味しいとこやっとる。嘘、まずいとこで手に入れるけど。あと4頭やろ30まで。うん、いけん気もせんけどな。いや、いけねん、いけんよ。今まで結構それでいっとるよ。財から、いや、またやろ。最終的なゴミから、まあ、財も含むよ。この人、あの風俗に行くちょっと。はっきり言って言うよ、ね、まあそう、すごいね、やっぱそうやって言い切れる人がやっぱかっこいいね。何にしろ、何をしてるにしろね。だけあれやな、ね、金使うんちゃう、そういうね。あ、卵あった。卵です、卵です。これ手持っとる、持っとる。よし、使った。これを下に入れて、これを下にこう押してつけて、卵を置いてそれをかけてくる。はい。うわ、細かい作業楽しい。お、卵。はい。卵です。幼虫じゃねえけ、何も言わんねえ。あれ、頭につけるやつすっちゃろ。あれ、ここにこうするやつ。うん、食感っぽいな。何やったっけ、あれ。まだ、ジント、今がちょっと黙れ、少しの間。あー、幼虫出た。ふぅ。ようやく卵も出たって言っちゃった。卵がね、2位はね、あんまり、うん、でももう30位はきついね。27、卵を入れたら31、卵を入れたら31。あ、見せてないよ、いいか、もうしょうがない、入れたけどね。おっと、ジードちょっと待ってよ、考えたらそっちを先にして、これを後にして、これにも入れたからいいやったね。これ余ったらすげえもったいない。あ、瓦、うん、そうやね、瓦
個あるけんね。多分そこにタランドゥスが3匹おるじゃんね。でこっちから3匹出れば。ああ。でも禁止瓶から出すの特に怖えな俺。なんで一割でも出ませんよ。うん。じゃあ早くこれ押してそこ片付けて。いやそう急ぎながら慎重にね。急ぎよって。でもこうやってしょってちょっと潰したらどうやる？閉めろジント。ジント閉めて。ああすごいよ土建屋さんとか。なんであの人もだって捨て瓶しよるやん。しかも自分で詰めてないやつやろ。うんまあね。あ卵出た。映ってないよ。いいと言います。ダメノーノー。そんな近くでヒャー落ちるな。ここに寄ったら風邪ひくちゃうなお前。うん多分。下に行っとけ。ちょっと下に音出すな。カウチュだね。自分でわからんもんよジント。いや今日マサねどうもない。俺は絶対大丈夫だって思っとったけどね。ミサやられたもん。ミサやられた。のここやられた。ここ頭痛くなった。ああ熱中症とか絶対ならんばいって思っとったけど、なったらなったでも嫌やな気分的に。風呂に入った時のあのガン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 したのがね本当に気分悪かった。でもさビールは飲みたいもんやけた、うん、飲むじゃない、うん、さらにガンガン今はどうもないちゃうけど、やっぱ風呂上がり やめたらよかったなと思って。嘘、うん、飲みかけ俺も。そうそう、ちょっとちょっとやったけどね。うん、そうそうそう、ちょっとだけやったけどね。もうそれダメやった。うんもう大体がもうガンガンした状態で行ったけね。ああそう、うん、熱中症よ、お前それ、うん、危なかったよ。ジントに蹴られる日が来るかもしれない。お前のこと大事にしとったとおり何とか一話だけどね、ジュニと。ジュニお前が一番でかくなるぞ。秋棒にお願いせない。秋、ジュニとやっつけて。エビカニ？エビカニ？恐ろしい。暗闇から出てくる。怖いね、それね。怖いよ。おちんちん、オーノー、言ったね、マジで。誰に教えてたらね、あれ。おっちゃんね。兄じゃないよね。俺じゃない。まあ、キボーに教えるっつったら、もうずっと近くにおる誰かやね。あ、もう見えてないね、まさかのね。バッテリーがなくなってきました。なくなってますじゃないよ、少なくなっています。閉じるの？いや閉じんな。やめてくれ。なんでそんなことしようとした？触らんで。ああこれで取れおると。取れおって。ジンちょっとし勘弁して。わかりました。うん、もうすぐ出た。1投目ちょうだい、広げて。はーい、はい。
足らんですね。噛み合うじゃん、やっぱ幼虫。噛み合うと思うよ、あの餌がなかったら。禁止は明日やじゃん、来るの。禁止は明日やけど、巻くまでにちょっと時間かかるしね。あー、もう一つだ。はい、もう見えとった次が。いや、わかんない。なんかプリンをすくい出すように出てきたね、ちょろっと